皆さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。新しい動画シリーズ始めます。タイトルは、スペースフォーセール。先日アーリーアクセスが始まった宇宙一を目指す不動産屋さんのゲームですね。説明雑すぎー。これ以上どう簡単に説明しろと。わかんねえよ。ということでこれからマスターには未知の惑星で宅地開発をしてもらいます。いや知らんし。宇宙一の不動産王に、俺はなる。話聞けよ。それでは張り切って参りましょう。ようこそ、スペースエージェント、高品質の安物不動産開発クルーザーのご購入、おめでとうございます。到着早々ディスられるとかどんなだ。私はセリー、超高性能人工知能のデータベースのアバター、略して、ハル9000とお呼びください。いきなり不穏な名前使うのやめろ。It's AI ジョーク。ははは。何はロトンねん。では早速働いてもらいましょう。無論死ぬまで、えれいとこに来ちまったなおい。現場に到着したら基本をお伝えします。ではでは。ということでプレイ開始です。こちらが今回のマスターのボディですね。まんまるフォルム。かわいい。動きもなかなか軽快。いいじゃない。まずはチュートリアルに従って進めてみましょう。中央のターミナルにアクセスして開発可能な惑星を探しましょう。これやな。現在開発できる惑星はこちらのオービカだけのようですね。資源量やイベント発生頻度、地形その他の設定が可能。まあ難易度の選択ですね。初見プレイだからこういうのはデフォでいいねん。ポチッとな。では早速目標の惑星に出発です。要はさっきのポンコツに乗ればええってことなんやなって。では出発。着地成功。失敗以外の何もんでもねえよ。やれやれひでえ目にあったのよ。あよいしょ。ここが我々の約束の地。この星に一大住宅地を開発して人儲けですよ奥さん。その意気やよし。けど何から始めればええのん。宅地開発ですから先立つ物が必要ですね。まずはレッドメタルの鉱床から鉱石を採掘しましょう。資源もゼロから現地調達とかどんなだ。これが鉱床やな。しかも手作業での採掘とか負けてくるのよ。その一掘りが明日の銭の種なんですよ奥さん。見てるだけってのは気楽でええなおい。次は我々のビジネスの拠点となる場所を作りたいですね。拠点大事よな。マップ上に候補地が表示されているようです。ここからやや南東の場所ですね。あった。まずはこの場所に拠点の中心となるハブを建設しましょう。ハブは資源を管理し、この周囲に様々な設備を建設することができます。さっき採掘した鉱石ぶち込めばええんやな。できた。次は拠点に生成機を設置します。文字通り採掘採集した資源を様々な物に生成する設備ですね。できた。これで最低限の宅地開発の準備が整いました。次は生成機で鉱石をハウスビットに生成します。ハウスビットは基本的な建築資材です。 OK。 建築資材も生産できたので早速最初の住宅建設です。まだ何もねえ。こんなとこに住みたがるに鬼滅とかおるんか。おったわ。最初の住人が到着。これからよろしくな。ちなみに住人は食料を消費します。住人を増やす場合は食料生産に余裕が必要ですのでご注意。進捗どうですか。最初の住人が到着しましたね。住人には様々なタイプがあり、その特性を生かしてあなたの仕事を手伝ってくれます。ただこの地区には評価が足りません。惑星の魅力を高めて評価を獲得しましょう。では指示に従って次は温泉を探しましょうか。どうやら拠点の北西に温泉があるようです。地図にある場所は大体この辺みたいね。お、これか。地図から見つけたロケーションを確認するために一度スキャンが必要です。スキャナーってのはこれやな。
温泉を発見。いいじゃない。早速ウォーターパークを建設しましょう。材料はハウスビットが5つ。建設することで全タイプの住民の評価が向上する施設です。OK。住民のタイプは全部で4種類。現在は黄色タイプの住民が1名いますので、黄色評価がプラス1となりました。お見事です。ウォーターパークはこの地域の魅力を高めてくれるでしょう。住民をさらに増やし地域の開発を進めて評価を高めてください。そして評価にはクラスというものがござんして、評価クラスを1つ上げてからが本番です。ということでチュートリアル終了。君に教えることはもう何もない。おい待て。宇宙の不動産を目指して頑張ってください。ではでは、ということでチュートリアル終了。投げっぱなしジャーマン状態でほっぽり出し寄ったぞい。ここからは手探りでの開発となりますね。住民を増やしてそのニーズに合わせた施設を建設して評価を高める。それらの施設に必要な資材を生産するための設備を並行して建設する。つまりはそういうことのようです。言うだけなら簡単だなおい。評価ポイントを8獲得するのが当面の目標のようですね。まあやれることからやってみましょうや。まずは拠点に設備を追加していきましょう。現時点でもいくつかの設備を建設できるようです。お、これなんかいいじゃない。バギー、この未開の地を開発するための相棒、君に決めた。材料はハウスビットが4つ。できた。早速乗り心地を試してみんとな。ええやん。バギーにはインベントリも付いていますので、資源の採集には必需品と言えるでしょうね。早速資源を集めつつ探索に出かけるのよ。マップにクエスチョンマークが表示された場所に何かあるみたいですね。早速不思議ポイント発見。スターダスト発見。発見したスポットの種類によって建設できる施設が決められており、建設した施設によって得られる資源やどのタイプの住民の評価が上がるのかも変わるようですね。この場所では有機物、人工物、そして金属の生産設備が建てられるようです。正直どの資源を何に使うのかわかんないから、何を建てればいいのかもわかんね。ここはとりあえず保留な。とりあえず資源でも集めっか。お、果物、何に使うか知らんけどとりあえずいただき。それと鉱石やな。今のうちにたくって何事を。こんな風に道の惑星には危険がいっぱい。探索には細心の注意を払いましょう。先に言えや。ちなみに左下に表示されたライフバーがゼロになるとマスター死にますんで、そこんとこよろ。マジかよ。インベントリが満杯になったので一度拠点に帰還。今帰ったぞー。集めた資源を生成して資材を作り、新たな施設を拠点に建てましょう。まず建設したのはガジェットステーション。その名の通り便利なガジェット類を作るための施設ですね。君は何ができるのかな。現在クラフトできるのはヘルスパック。先ほどのようにダメージを受けた時の回復用ガジェットですね。材料のバイオダイナミック液は先ほど採集した果物を原料に生成器で作れるようです。死にたくないからこれはいくつか作っておかんとな。ってことでヘルスパックをクラフト、手雑に放り出されるのなおい。まあええわ。これで探索中に怪我しても安心。次に設置するのはキットワークベンチ。サバイバルに必要なキットをクラフトする設備。ガジェットとキットの違いがよくわかんね。ただ現在は何もレシピがありませんね。新しい資源を見つけたらまた確認することにしましょう。さらに資源サイロを設置。拠点の備蓄上限を100ユニット増やします。備蓄数ずにいっぱいになっちゃうからこれ発出需品。とりあえずはこんなところですかね。では改めて探索に出発。クエスチョンマークのある場所を探せばいいのね。まずはここやな。早速スキャン開始。アッシュ、ブッセルを発見。ここには食料を生産する栄養プロセッサを設置できるようです。一つのプロセッサで3人分の食料が生産できるようですね。飯がなけらにキメキも来てくれんでな。これ重要、超重要。OK。 これでさらに3名の住民を呼ぶことができますね。先ほど発見したスターダストには試薬分解器を設置。人工物を生産し、青タイプ住民の評価が上がるようです。今おる住民向きは黄色タイプだから本当は黄色タイプが喜ぶ物が作りたいけど、ここに葉黄色タイプ用の設備は作れない雰囲気。まあ資源の獲得だけでも良しとしましょう。現在の地域にはもう設備を設置できるスポットはないみたいですね。ということでお隣のエリア、クラムジ、コンクラーベに足を伸ばします。マップ結構広いな。全部の場所であれこれ建ててくのはなかなか大変そうな雰囲気。早速不思議スポット発見。溶岩噴出穴を発見。ここでは鉱物または希少金属を採掘できるようです。どっちも黄色タイプに木が喜ぶ設備じゃないのが残念。
まあ物は作りますけどね。希少金属を抽出する溶岩プロセッサーを設置、青タイプおよびオレンジタイプの住人の評価も高まります。黄色タイプニキ以外のニキたちってどう呼べばいいのかしら。とりあえずおうち増やせばガチャでいろんなニキが来るのかしら。どうなんでしょうね。そのあたりはまだよくわかっていませんので、いろいろ試してみるしかないですね。お、ここにも栄養プロセッサ作れるのな。でもなんかダメっぽい。栄養プロセッサーの稼働に灰色タイプ住人1名が必要なようです。現在の住民は先ほどのプロセッサに割り当たっているからダメなんでしょうね。追加の黄色タイプに気が必要やな。また温泉を発見したのでウォーターパークを建設。これでニキたちの心をわしづかみやで。オケ。ただ評価ポイントは増えていないようですね。なんでや。住民の評価は地域別にカウントされるということでしょうか。この場所にはまだ住居がなく住民がいないので評価が上がらないのかもしれません。各地域でいろいろ建てていくとか、こりゃ大変やな。地域ごとにどのタイプの住民向け施設を建てていくのかも考えていく必要がありそうです。一度拠点に戻り追加の住宅を建設。よく見たらこれって黄色タイプに機専用の住宅なんやなって。他のタイプの住民向けの住宅もいずれ建てられるようになるのでしょう。新たな住民が到着。まんまエイリアン。住民が2名となったことで評価ポイントも2となりました。あと6人のニキネキが増えればランクアップやな。まあ初回ですし、今回はこんなところですかね。黄色タイプニキはのんびり読書中、英語身分や。未開の惑星を宅地開発し、宇宙一の不動産王となる、その道のりは遥か、最初の一歩を踏み出しました。まだまだわっかんないことばかり。まあ焦らず着実に進めていきましょう。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。